はい、皆さんおはようございます。今日はですね、8月の7日の土曜日になります。巷ではね、今日からね9連休という形で、夏季休暇に入られる方も多いと思います。それで今日はね、今東京都の瑞穂町、まあ、どっちでもいいんだけど、来てます。ちょっとどこへ出かけようか迷ったんですけどね、今日もねいつもの奥多摩へ行きたいなというふうに思ってます。まあ、奥多摩といえばね、最近青梅街道、こちらの方で土砂崩れがあってね、奥多摩周遊道路が朝5時から走れるというようなね、緊急の対応を行って、今もいるのかな、行ってるんだと思うんですけれども、その土砂崩れ現場がね、先月の末、7月の末に、片側交互通行に変わったという情報もあるんですね。ですので、その辺も含めてね、ちょっと見たいなというふうに思ってます。それでね、バイクの方は今日もね、中華モンキーで、来てます。まあ、奥多摩周遊走るのにね、中華モンキーってあまり適してないんだけど、まあちょっとね、ちょっとした軽い、ツーリングはやっぱね125が楽なんですよね。はい、東青梅までねやってきました。これはねこのまんま左方向へ行ってですね、またいつもの通りね武蔵塚市方面へね向かっていきたいと思います。はい、武蔵塚市の駅までやってきました。いつもね待ち合わせしてるのはここのセブンイレブンなんですけど、今日はねソロなんでこのまま通過していきます。奥多摩周遊道路、今標識見ると8時から走行可能っていうことで出てますね。これいつも通りなんで戻っちゃったかな。まあ、片側交互通行がね、土砂崩れ現場ができるようになったということで、奥多摩周遊道路自身も普通の時間帯に戻った感じですね。はい、いよいよここからね奥多摩周遊道路の入り口です。まあ中華モンキーなんでねゆっくり行きたいと思います。あとねバイク自身も今日はやっぱ少ないですね。まあ中華モンキーでゆっくり走ってるのもあるんですけどね、まあほぼほぼ貸し切り状態ですね。ここはね大好きなコーナーなんですけどね、中華モンキーじゃたかが知れてます。まあのんびりね走っていきたいと思います。まあのんびり走る分景色もねよく見れると思うんですけどね、まあすぐにね、まあ、ここはこちら側から日野原側から上がるとね、都民の森にすぐ着いちゃうんですよね。あと 100m なのかな、遮断機ありって書いてあるから、まあちょっと今日はね都民の森には泊まりません。このまま先へ向かっちゃいます。バイクも止まっ、ちょっと止まってるね。今気温21度ですね。はい、まもなくね月読み第一駐車場の方に着きますので、こちらでね、ちょっと休憩したいと思います。気温がね今ね20度ぐらいで非常に涼しいですね。入ってきます。
ょうどね、はい、ちょっとね、月読み第一駐車場から出てくるところでちょっとマイクつけ忘れちゃったんで音がうまく取れてなかったと思うんですけど、川の駐車場のところまでね降りてきました。やっぱりね、ちょっと雨降ってたんですけど、途中月読み第一駐車場からねちょっと手前まで、奥多摩周遊のところだけですね、ここの最終の川野の駐車場はね、雨降ってません。はい、またお越しくださいということで、はい、気持ちよくね今日はね空いてたんで走ることができました。それではね、ちょっと冒頭でも触れた通りね、奥多摩青梅街道側のね、土砂崩れの現場、ここ今片側交互通行になったということなんで、ちょっとねそちらの方をね先に見に行きたいと思います。右手に見えてる浮き橋のあるところ、あ、もうちょいだな、この橋、麦山橋を越えて行ったところじゃないのかな。そう、この赤い鉄橋が出てたよね。あそこですね、あそこだ、土砂崩れ現場。なんかねバイクが1台巻き込まれたみたいなことをね、ニュースでは言ってましたけど、本当だ、片側交互通行になってるんですね。よかった。いやーすごいね。それにしても良かったですね。やっぱりこの道はね、これからお盆の季節になると皆さん車で移動するのによく使う道なんで、交互通行でも走れると助かりますよね。ここがね、この道が完全に通行止めだったんで、奥多摩周遊道路、あちら側がね朝5時から走れるようにとりあえず応急的にやってたということらしいんですよね。はい、小河内ダムがね見えてきましたね。右手、小河内ダムになります。もうこっちは雨降ってなくていいですね。まあどんより曇ってますけどね、おかげであまり暑くないし、いいですね。さあ、じゃあまたこちらのね駐車場を抜けてダムの方へ行こうかな。やっぱバイクの人たち少ないですね。みんな自粛してんのかな。いやー、ほんと気持ちいいな、今日。暑くなくて。はい、水と緑の触れ合い感が正面になります。ここも通過していきます。
ちょっとね、昔道の方に入ってみたいと思います。こっちね、走ったことないんだよね。今のね、青梅街道の道よりももっと多摩川の川側を走る、もともと昔からある道っていうことで、まあ昔道って言われてる道なんですけどね。うん、書いてありますよね、昔道奥多摩駅方面。よし、行ってみましょう。いつかね、走ってみたかったんですけどね、なかなか機会がなかったんですよね。まあ今日なんか空いてるからいいよね。なるほど、ここぐーっと行ってもっと下降りるんだ。すごいね。結局青梅街道って結構上のところを走ってるってことなんだね。もうこんなピクニックテーブルとかも置いてあって、なんて言うんだろうな、ハイキングっていうかウォーキングルートになってるんですね。うん、多摩川がね右手なんですけどね、なんかね、ところどころ名所みたいな、名所っていうのかな、なんかあるみたいなんですけどね。ほら、立て札とかが立っててね、馬の水飲み場、ここで馬を休ませ貝馬を与えてましたとかね。なるほど。あ、またここ志田倉橋って言うんだ。この橋を渡る際は5人以上で渡らないでくださいって書いてありますね。またちょっとゆっくり天気のいい日来てみたいな。白ひげトンネルのここへ出てくるんだね。はい、というわけで今日はね、朝から奥多摩周遊道路、それから青梅街道のね、7月の末にね、土砂崩れで通行止めになってしまった現場、こちらを見て最後ね、ちょっとほんのちょっとでしたけど昔道、こちらをね走ってきました。まあ夏休みもね、今日がスタート日ということなんですけれども、台風が来ててね、ちょっとこのあと 2,3 日天候が悪いということなんでね、とにかくバイクに乗りたくてね、今日は家出てきたんですけど、なんとか大きな雨に降られなくてね、済んでよかったです。まあとにかく乗れてよかったということかな。はい、それではね、今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバーイ。